インドネシア製のバティックの生地桜を描いたジャワ、ホコカイのバティック・バティックはインドネシア、マレーシアの老血染め布のの特産品。日本ではサラサの一種とされる。サラサはインド、スリランカ、イラン、タイなどでも多く見られるがインドネシア、マレーシアのものが最も多い。特にジャワ島のものが有名なためジャワザラサと呼ばれることもある。 18世紀頃から作られるようになり、用途は、サロン、毛羽やヒジャブなどの伝統衣装、スカーフ、ハンカチやシャツ、ドレスなど、洋式の衣服まで様々なものがある。熱で溶かした、老液での描画方法には、キャンティング、テンティングと呼ばれる老紛失ペン仕様の手書きと、キャップと呼ばれる、銅製のスタンプ押しがあり、手書きのみのものは、 バティックツリスでは原材料の不足から生産工が大きく減ったが、日本主導の戦争協力組織、ジャワボー公開の庇護を受けた作業場では高品質のバティックが生産され、桜、蝶、菊など日本風の柄が導入された。このスタイルは今も保護会バティックと呼ばれている。2009年10月2日、インドネシアのバティックはユネスコの無形文化遺産に認定された。 ありがとうございます。